はこんにちは、便利屋ハッピーの角の口です。8月17日火曜日12時になるところです。特に12時のサイレンとかこの辺は聞こえないんですかね。ちょっとセミの鳴き声だけが聞こえました。小原十字路を過ぎました。熊谷市、埼玉県熊谷市港南地区ですね。ちょっとこの通りずっと行きたいと思います。時刻12時になりました。ちょっと何ヶ月か前に撮ってるかと思うんですけど、再度雨の港南の街の中を、通ってまいりたいと思います。押切、熊谷市押切地区、左港南病院さん。非常に雨、霧雨状で少し遠くの景色も霧っぽくなって、何かこう本当に霧状になってるような感じですね。遠くの空は白いモヤモヤとした霧状のものに包まれております。左右の建物、お店、だいぶ変わってきてるんではないでしょうか。徳次庵さん、ちょっと寂しいですね。5、6台止まってましたかね。あとは従業員さんの車とかだったと思います。現在熊谷市22度の気温となっております。ちょっと連日何日か、ここ何日かもうその気温で収まってますね。この後降水確率もう少ない状態なんですけど、ちょっと、小雨、霧雨に包まれて、江南、旧江南町、熊谷市江南地区も雨に濡れている状況でございます。この辺ご依頼はまばらですかね。たまにある程度で、河内薬品さんは、始めた当初、まあ一人でやってたこともあるんで、まあで、ある程度夜もご依頼あればいろんなことしてたんですけど、この辺住んでた方で、免許を持ってない、運転免許持ってない方で、ちょっとパチンコ屋さんまで打ちに行きたいっていうことで送り迎えっていうのがありましたね。何回か続いてたんですけど、ご依頼もありました。熊谷市日春地区ですか、日春。はい、お昼の時間、熊谷市は、江南地区を走っております。昇進に入りました。
馴染みのある通りをご案内させていただきました。